従来層への納得と新規ファン獲得への葛藤。ガンダム作品の歴史とは。2022年10月より放送が開始された機動戦士ガンダム水星の魔女。過去のガンダム作品とは一味違った展開を見せており、高い反響を呼んでいます。そんなガンダム作品の歴史は長く、初代機動戦士ガンダムが1979年に放送されてからすでに43年の月日が経ちました。初代から見ている世代の方もいれば、水星の魔女からガンダムを知った方など様々な方がおられると思います。そこで今回は長いガンダム作品の中でもアニメ作品の歴史をご紹介させていただきたいと思います。まず機動戦士ガンダムです。ガンダムシリーズの原点である本作は1979年に放映されました。本作は人類が宇宙へ進出した宇宙世紀が舞台となっています。人類が宇宙へ進出した世界において、地球連邦政府がスペースノイドと呼ばれるコロニー住民を支配しようとした結果、スペースノイドの自治権を認めさせるべく、ジオン公国が地球連邦政府と宣戦布告を行い、通称1年戦争が開戦しました。本作はそんな世界において、偶然ガンダムを発見した民間人の少年アムロ・レイがガンダムに登場し、最強のライバルとなるシャア・アズナブルなどと戦いを繰り広げ、成長していく物語となります。なおテレビ版は全43話ですが、全3部作の劇場版もあります。こちらは1話完結エピソードは基本的にカットされているものの、テレビ版同様のストーリー構成となっていますので、テレビ版を見る時間がない方はまずこちらを見るのがおすすめです。また1年戦争中の外伝作品も多数存在します。まず機動戦士ガンダム第 08MS 正体です。こちらは戦場の生々しさやリアリティを追求した描写が特徴的な作品です。また1年戦争末期、アムロに届ける予定だった新型ガンダムを描いた機動戦士ガンダム0080、少しテレビ版と異なる設定がありつつも、主に1年戦争開戦までを描いた機動戦士ガンダムジオリジン、1年戦争中の各種戦線を描いた作品機動戦士ガンダムイグリューなどがあります。2022年6月には機動戦士ガンダムテレビ版第15話をモチーフにした映画、機動戦士ガンダムククルスドアンの島も公開されています。次にこの宇宙世紀の世界観で1年戦争後の世界を描いた作品としては、まず機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーがあります。これは1991年から発売された OVA 作品で、1年戦争が終結して3年後、宇宙世紀0083の世界が描かれています。1年戦争では地球連邦が勝利し、ジオンが敗北しましたが、そのジオンの残党がベラーズフリートとして台頭し、地球連邦軍と再び戦いを繰り広げます。映像のクオリティが非常に高いので、特にモビルスーツ戦は凄まじい戦いを見ることができます。その後の時系列を描いたのが機動戦士ゼータガンダムとなります。こちらは1985年機動戦士ガンダムの次にテレビ放映された作品です。本作は機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀0079から7年後に起きたグリプス戦役が描かれています。宇宙世紀0083にジオン残党の抵抗があったことから、地球連邦はジオン残党狩りを目的としたティターンズという組織を立ち上げているのですが、それに対抗する勢力エウーゴとの戦いが描かれています。本作は主人公カミーユリダンや、かつてアムロのライバルだったシャアがクワトロバジーナと名前を変えて登場し、戦いを繰り広げていく物語です。なお本作はテレビ版が全50話ですが、映画版3部作が存在するので、まずは映画版から見るのもおすすめです。ただしテレビ版と映画版では終盤のストーリーが異なっています。次に機動戦士ガンダムダブルゼータです。こちらはテレビ版機動戦士ゼータガンダムの世界の翌年である宇宙世紀0088が舞台で、主人公ジュドー・アーシュタが戦いを繰り広げます。ゼータガンダム後半で登場したハマーン・カーン率いるアクシズ軍との戦いが描かれています。機動戦士ゼータガンダムはシリアスな作風になっていますが、機動戦士ガンダムダブルゼータは前半はコミカルな作風で、第19話以降で徐々にシリアスな作風になっていきます。次に機動戦士ガンダム逆襲のシャアです。機動戦士ガンダムダブルゼータの世界から5年後の宇宙世紀0093が舞台で、
アムロとシャアの最後の戦いが描かれています。なお、この戦いでアムロとシャアは消息を絶ちますが、その後を描いた作品機動戦士ガンダムユニコーンがアニメ版は2010年から公開されました。本作は逆襲のシャアから3年後の宇宙世紀 0096 が描かれており、宇宙世紀誕生や一年戦争の発端に関わるラプラス事件が描かれています。なお、その数ヶ月後を舞台としてアクシスへサイコフレームの調査へ向かう物語機動戦士ガンダムトワイライトアクシズが2017年に公開されているほか、機動戦士ガンダムユニコーンを保管する物語として映画機動戦士ガンダムナラティブが2018年に公開されています。ここまでの作品は宇宙世紀という一つの世界でもジオンと連邦にまつわる戦争という構図でつながっているので、もちろんそれぞれを独立して見て楽しむことも可能ですが、流れを知っているとより深く楽しめる作りになっています。ちなみに一年戦争やその戦後という時間軸でありながら独自の世界観を描いた作品機動戦士ガンダムサンダーボルトも存在します。 OVA が第2シーズンまで発売されており、漫画版が現在ビッグコミックスペリオールで連載中です。連邦のイオ・フレミングとジオンのダリル・ローレンツという因縁の2人が戦いを繰り広げます。宇宙世紀の世界ではジオン共和国が宇宙世紀100に自治権を放棄しているという設定があり、これ以降の物語でジオンの名前はあまり出ないようになっており、宇宙世紀O105を舞台とした映画閃光のハサウェイでは腐敗し続ける連邦政府に対してマフティーが反抗するという内容となっています。また宇宙世紀O123 を描いた機動戦士ガンダム F91 も公開されています。1991年に劇場公開された本作は宇宙世紀シリーズでありながら新ガンダムシリーズの立ち上げを目指して企画された作品なので、一部のモビルスーツなどを除き基本的には新たな人物やモビルスーツが登場します。また同じく新たな世代を切り開くべく作られたのが1993年から放映された機動戦士ビクトリーガンダムです。本作は宇宙世紀 O153 を描いた物語ですが、旧作を知らなくても理解できるようにされているので過去作とのつながりは基本的にありません。本作は主人公のウッソや幼馴染のシャクティが戦争を乗り越えていく物語となっています。このように宇宙世紀という一つの世界でつながっている作品群が多数存在しますが、それとは別に独立した世界観の作品も数多く存在します。まず1994年から放送された機動武闘伝 G ガンダムです。機動戦士ビクトリーガンダムの次に放映された作品で、新世代のガンダムファンを切り開くべく各国を代表する格闘家がガンダムに登場し世界の覇権をかけて戦い抜くというストーリーです。従来の宇宙世紀ものとは異なる作風なので、旧来のファンから辛口な意見もあったものの、結果的に低年齢層などの次世代ファン獲得に成功してガンダムのマンネリ化を防ぐことにつながったと言われています。次に放送されたのが新機動戦機ガンダムウィングです。内容としては戦争を主軸にしていますが、主要キャラを美少年に設定し人間性なども多く描かれました。なおアメリカで初めて放映されたガンダム作品となります。その人気の高さから翌年には戦争終結後の世界を描いた新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツも公開されています。ガンダムウィングの次に放送されたのが機動新世紀ガンダム X となります。ガンダムを考えるガンダムとして描かれており、少年少女が人々と出会い世界を変えていく冒険譚となっています。その次に放映されたのが単影ガンダムとなります。宇宙戦争の歴史を黒歴史と総称し、全てのガンダム作品が最終的に行き着く未来とされています。ノスタルジックで牧歌的な世界観が特徴的な作品となっています。その後新しい世代に向けて作られたのが2002年より放映された機動戦士ガンダムシードとなります。21世紀のファーストガンダムを目指して制作された本作は機動戦士ガンダムを意識しつつも、従来よりもターゲット年齢層を下げた作品を意識して作られており、親友のキラヤマトとアスランザラが敵味方に分かれて戦いを繰り広げ、中盤からは戦争を止めるべく奮戦していく物語となります。本作は人気が高く、プラモデルが機動戦士ガンダム以来のヒットだったことから、宇宙世紀ではないガンダムシリーズとしては初の続編作品機動戦士ガンダムシードデスティニーが制作されました。
そんな機動戦士ガンダムシードデスティニーでは、機動戦士ガンダムシードの2年後の世界を舞台として、新たな主人公シン・アスカーと、前作のキラ、アスランという3つの視点から物語が描かれています。また、機動戦士ガンダムシードデスティニーの裏側を描いた作品、コズミックイラ73、スターゲイザーも存在するほか、本作の続編となる映画が、現在制作中とされています。次に、2007年から放映されたのが、機動戦士ガンダム00となります。本作は、戦争のなくならない世界の紛争を根絶するべく、武力介入を行うソレスタルビーイングを主軸に据えた物語となります。ファーストシーズンと、その5年後の世界を描いたセカンドシーズンという2つに分割放送された作品です。また、さらに、その2年後の世界で、ガンダムシリーズ初の地球外生命体との戦いを描いた劇場版作品、機動戦士ガンダム00、アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーも公開されています。その後、2011年から放映されたのが、機動戦士ガンダムエイジとなります。妖怪ウォッチなどを手掛けた、レベル5と企画協力して作られた作品となります。ガンダムファンが高年齢化しており、子供のガンダム認知度が低い状況に危機感を持ち、多くの子供に見てもらうことをコンセプトとされているので、子供向けアニメに寄せたデザインとなっていますが、シリアスな要素も取り入れることで、若年層と従来のファンの両立を図った作品とされています。物語としては、同じ血筋のアスノケ3世代によってガンダムが乗り継がれる、という、100年3世代にわたるストーリーで、謎の敵勢力、ベイガンとの戦いを通じて、ベイガンの秘密に迫っていきます。そして、次のガンダムシリーズとして2014年から放映されたのが、ガンダム G のレコンギスタとなります。機動戦士ガンダムの原作者である富野義行氏が、単影ガンダム以来15年ぶりに制作に関わった作品です。宇宙世紀の延長上の未来を舞台としており、主人公、ベルリとアイーダの冒険譚となっています。その翌年には、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズが放映されました。従来層に加え、若年層やアジア圏などの新世代のファンを獲得するべく、予備知識なしで楽しめる作品を目指して作られています。ただただ前に進み続ける物語とされており、ガンダムシリーズでは初めての任侠ものを連想させる要素が取り入れられるなど、新たな試みが導入されています。その後、鉄血のオルフェンズから7年の時を経て、次なるガンダムシリーズ、水星の魔女が始まりましたが、その間には、ガンダムではなく、ガンプラを題材としたアニメも存在します。まず、ガンダムビルドファイターズです。2013年から放映された本作は、戦争や軍事を扱う従来のガンダム作品とは異なり、ガンプラを用いたシミュレーション競技、ガンプラバトルを繰り広げていきます。高いガンプラ制作技術を持つイオリ星と、高い操縦センスを持つレイジのコンビが、ビルドストライクガンダムを用いて、ガンプラバトル世界大会を戦い抜いていく物語であり、日常的な世界観の中に、これでもかと言わんばかりの各種ガンダム作品のオマージュが取り入れられています。なお、そんな本作は、小学生男児の心をつかみ、新たなガンプラブームを巻き起こしたことが、バンダイナムコニュースで明かされています。そんなビルドファイターズは、人気が高かったことから、後年には、ガンダムビルドファイターズ、GM の逆襲が公開され、さらに、続編のガンダムビルドファイターズトライも放映されています。ビルドファイターズトライでは、ビルドファイターズから、7年後の世界を舞台として、3対3というチーム戦が主体になり、次元覇王流剣法の使い手、神木世界を中心に、全日本ガンプラバトル選手権を戦い抜いていくストーリーとなりました。また、本作の1年後を描いた作品、ガンダムビルドファイターズトライ、アイランドウォーズも公開されています。ガンプラバトルを題材とした作品としては、さらに、2018年からガンダムビルドダイバーズも放映されました。本作は、再び、ガンプラに触れたことのない新規層に作品を見てもらうことを目的としているので、ビルドファイターズシリーズとは、別のストーリーになっています。本作は、仮想世界のオンラインゲーム内で、アバターが仮想空間を立ち回るというもので、主人公、三上陸が、オリジナルガンプラ、ダブルオーダイバーを用いて、戦いを通じて成長していく物語となります。また、翌年には、ビルドダイバーズの世界の2年後を描いた、ガンダムビルドダイバーズ、リライズが放映されました。ファーストシーズンとセカンドシーズンの2つで作られた本作は、高校生のヒロトを主人公に据えて、少し大人の視点を混ぜていくというイメージから、シリアスな要素が加えられた物語となっています。なお、
本作のスピンオフとして短編アニメガンダムビルドダイバーズバトローグも存在します。このようにガンプラバトルを題材とした作品としてはビルドファイターズシリーズやビルドダイバーズシリーズがありますが、他にもゲームガンダムブレイカーシリーズの新プロジェクトとして YouTube のガンダムチャンネル公式で全6話のショートアニメが配信されたガンダムブレイカーバトローグも存在します。以上、ガンダムアニメ作品の紹介でした。現在放映中の水星の魔女についてプロデューサーの岡本拓也氏がインタビューで答えている内容によると、次世代に向けたガンダム作品を作るにあたり10代の子たちから話を聞く機会があり、その際にガンダムは僕らに向けたものじゃない、タイトルにガンダムとついていたら見ませんと言われたという話が明かされています。それぞれのガンダム作品には賛否両論様々な意見がありますが、ガンダム作品の歴史を紐解くと、いかにして従来のファンを納得させつつも新世代のファンを増やすかという点がガンダム作品の難しい課題だとわかります。新世代の開拓ができなければ従来のファンが待ち望んでいるであろう作品の映像化も難しくなってしまうと思うので、水星の魔女では新たなガンダムファンの獲得に成功し次の作品につながってほしいところです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。